まだもう一つかな。まあ最近 G1 行けやなってからもうここが G1 みたいなもんですからね。そこに集中して。まあそうですね、点数がないんで、まあ位置的にも厳しいやろうと思うけど、まあやれる位置でやれる範囲内に、あとプラスアルファ地元ってことで気持ち入れてるだけで。まあ点数的にも成績的にもあんまり大きなことを言える段階じゃないんやけど、まあとりあえずここを走る以上、まあ別にこけたベースボールで目いっぱい行こうと思ってます。いけるところはもう思いっきり突っ込みたいと思います。そうですね、そこが岩見さんの、はい、持ち味なんで、はい、はい。